デビッド・ゲイツデビッド・ゲイツはアメリカ合衆国、オクラホマ州タルサ出身のミュージシャン。1970年代に名を馳せたソフトロックバンド、ブレッドのリーダー。作詞、作曲、プロデュース、アレンジ、ベース、ギター、キーボード、ボーカル担当。ゲイツは父親がタルサのオーケストラの指揮者、母親も音楽教師という家庭環境で育ち、 ハイスクールに上がる頃にはすでに多くの楽器をマスターしていた。また、その時代には、レオン・ラッセルとアクセンツというバンドを組んでおり、タルサに来たチャックベリーなどのプロミュージシャンのバックバンドとして活動したこともあった。1959年、ロスアンゼルスにてシングルレコードスウィンギン、ベビードールで本格ソロデビューする。ブレット以前はスクリーン・ジェムスの音楽出版部。 スクリーン・ジェムス・コロンビアと専属契約し、ブリル・ビルディング系ミュージシャンのソングライター、プロデューサー、アレンジャー、またセッションミュージシャンとして活動していた。1963年全米三位になった、マーメイズのポップ・セケルズアイシュケルズは、ゲイツの作品である。他に、モンキーズ、アン・マーグレット、コニー・スティーブンス、ブレンダリー、キャプテン・ビーフ・ハート、ボビー・ビー、ジョニー・クルフォード、 グレン・ヤー・ブローなど数多くのポップ系、アーティスト、シンガーに楽曲を提供している。1967年、レオン・ラッセルに紹介されたゲイツは、ロブ・ロイヤーが率いた、プレジャー・フェアというフォーク・ロック・バンドのプロデュースとアレンジを担当し、この仕事がブレッド結成に至ることになる。1968年に結成したブレッドでは、ロックサウンドと美しいメロディーラインをミックスさせた。 ポップな楽曲で、イフ、二人の架け橋などのゲーツ作のヒットを連発した。1971年の映画、バニシングポイントの中で、デラニーボニーフレンズの一員として、キーボードを弾いている演奏シーンがある。1973年に、最初のソロアルバムを発表する。1977年、リチャード・ドレイファッシュ演のワーナー・ブラザーズ映画、 グッバイガールの主題歌、グッバイガールを手掛けて自ら歌い、同曲は全米15位のヒットとなった。ブレット解散後、ゲイツはデビッド・ゲイツブレットの名義を使用して、ソロのライブ活動を行ったが、これに対してジェームス・グリフィンは訴訟を起こした。この訴訟は1984年に解決した。この期間、ブレットの印税は差し止められていた。 1998年には、第16回コモンウェルスゲームズの公式テーマ曲、スタンディング・イン・ザ・イズ・オブ・ザ・ワールドを担当した。近年もソロコンサートを単発的に行っている。ソロアルバムは7枚リリースしている。アルバム、ありがとうございます。